わかった。これは直さないと。生コンの危うんだ端取ってしられたもんね、横に下にさ。こんくらいはね、こんくらいは畑は治るもん。こんなんあんまり治る。どっちかというと小井が保護かな。不安やって戻す。外して叩かない。まっすぐ立てて。強く曲がったっけ。結構曲がって。深夜どんかく持ってたろ。いいね。13、14番貸して。12は乗っとったらどういうこと。曲がった。こんな音。これ大体まっすぐだよね。そういえば先生さん、高さんね、うん。明日神殿代かからすと。もう代もらうと。ハンマーある？誰もらそうなの、こんな置いとばかりね。うん、カルも。1個も悪いかも終わらせだね。うん。お高いっすね。お高い買って。まあ、深夜とはもう塩ずるまで帰られるなら買ってんよ、うん、し。そしてラックンのバター。ヒロアップにちょっと電話してみないよね。ラックンも今がいいかもしれない、休みじゃ。そうそう、休み日が取ろうかな。よ何年乗っとんね。乗せとらん。半年は乗っとらんね。金槌は持って。金槌は乗っとばってセットまではなかなか乗ってない、ね。それがよかろう。それがよか。木の上で線じゃないだろう。うん、またコンクリの上でもある。これよか。少し曲がった？少し曲がってるね。
かってる。まっすぐなるかどうかよ。操作問題だ。なんか包丁作りんごです。昼かい来るけあ明日昼はもう塩ずるで塩ずるでよか塩ずるでよかどうせ明日電話するやろいつの日に都合でそうね明日ということでしょ、うん、まっすぐかどこになるかなどうもここまっすぐまっすぐんだかもまっすぐっていうかなんかポコッとしたことここにねこうやっぱこうそんなもん、最初から溶接見たらこのくらいの角度でついたもんまっすぐじゃなかったここに溶接ちょっと斜めにわざとしてやろうどうせ変えれちゃうの変えんのそのまんまこれが変えたっちゃうあんまり調子悪かったまた叩きまぐっちゃうよかごってなるごてそっちの方がようなる方向にまぐっちゃう調整されちゃうあんまりないっちゃう調整しろこれは食いだけはある前とはねここのねこれは回るそこも曲がることできないとこれ多分これ今とないことそういうのはよかつけんねそれがないのじゃいらんて一発まあね、あんまりせんけね、そこまでわかる場所が高さんと、高さん違う上出て、まっすぐのところですよ一回出るいや、このまま張る大体のところでここもあんまりここはよこういうのはあんまり関係ないけん倒れとらんけんやそうそう倒れとっときがあいかいいか張っとっときがあるのそこまで関係ないけんどっち上か上に置くとこと上かうん、それは中になるの下に置かれるには戻っとる。うん。ティッチだいたい置いとけ。今何時？あ、もう5時。もうせやなと？うん。早さ。早さ。マジ早さ。だ今日何時まで捨てや？7時？終わるまで。7時までは入店なんで。ああ、それギリギリぐらい。終わりがそこで終わり、茂みなんだろうと終わり
当はよ。